おはようございます。私は今韓国に来てます。実は今日もう韓国3日目で、1日目は、博物館で、2日目昨日はDMZ のツアーに行ってて、なんと今日は昼まで寝てしまうという大失態。明日からは友達が来るので、今日が最後の一人旅の時間なんですけど、とりあえず12時なので、昨日買ったハニーチーズパンが残ってるので、それとあとはなんかオリーブヤングで見つけたすっごい美味しいプロテイン見つけたんで、それ買って川沿いで食べてから、今日はなんか民族村みたいなところに行きたくって、今日の目的地へ向かいたいと思います。じゃあまずはオリーブヤングに向かいます。朝ごはんに昨日の残りの見えるハニーチーズパンと、最近筋トレ頑張ってるのでプロテインを60g 取ります。というのは冗談で、2個買って1個つくみたいな感じだったので、なんか大阪魂が働いちゃって買っちゃいました。今から出かけるのに私はこの2個を持ちながら出かけます。昨日飲んで すごい美味しくて、台湾は豆乳が多いから飲んでなかったんやけど、なんかこれ甘くないし、もうコーヒーのなんかサラッとした感じやから美味しくて買っちゃいました。大量輸入したいと思ってます。コンビニより100ウォン、コンビニより100ウォン安かった、オリーブヤングの方が。日本でもそうやんな、なんかコンビニの方が高いから。韓国で買い物したらなんか3200ウォンって言われたら高いって思っちゃうの、3200円みたいな感じで。台湾は逆で100元って言われたら安って思っちゃうけど、本当はかける5しなあかんからめっちゃ高い。リップクリームとかめっちゃ台湾高いからさ、100元で売ってて、でもかける5したら500円で高いと思って買うんですけどね。まあ眺めのいいところで朝ごはんにしたいと思います。チューズ。コンビニで T マネーカード買いました。店員さんの引き出しのなんか中から出てきたから、店員さんに T マネーカードって言って2種類、これこの柄と悪魔だけの、カードデザインが選べました。この中に元からお金入ってないって言われたから、なんか何本ぐらいチャージすればいいかわからんくて、とりあえず8000ウォン入れてバスでビレッジへ向かいたいと思います。なんかすごい京都歩いてるみたい。この落ち着きます。
上の方にお寺があるっぽいのでそこまで行きたいと思います。もうここは完全に仏教の村って感じですっごい落ち着くでこの仏光山っていうのかな、もう登ってみたかったのでちょうどいい、一石二鳥だこのビレッジの建物の中にカフェが一緒になってたりとか博物館みたいなのが一緒になってたりとかして、建物を見るだけじゃなくてなんかそういうアクティビティみたいなのと一体化してる感じでいいアイディアって、なんか見てるだけでこういう仏教の建物って癒される。ほんまいいところよな。なんか人も優しいし、トイレも綺麗し、電車の中もバスの中も綺麗し、めっちゃいいところ。かわいいカフェあ、みんな靴脱いで中入って、ティーハウスみたいでいいですね。空気が美味しい。後先考えずに行動するとこういうことが起こるんですね。やだ、こんな24歳にもなってさ。